吉田さん YouTube は稼げますかって稼いでる人に聞いてもしょうがないんですけどもねいや稼いでるんで稼げますとしか言いようがないんですよで稼げない人に YouTube って稼げますかって聞いたらいや稼げてないっていうしかないでしょうねそれ以外の回答って嘘になっちゃうじゃないですかまあ、強いて言うなら稼いでる人もいるし稼げない人もいるよっていうことになります でも YouTube で稼ぐってなんか途方もないようなことを感じますけども YouTube のアカウントの作り方とか YouTube の動画アップロードの方法をえ今節丁寧に教えてあげます。なんなら Gmail の取り方から丁寧に解説しますよと今日中に動画の1本でも2本でもアップロードして帰ってみてくださいとそういうふうなね YouTube 初心者講座を500円とか1000円でやって儲かりませんかねなんか何もかも 儲かると思うんですよじゃあ車に乗って儲かりますか車で稼ぐ方法ありますかっていうふうな問い合わせをしたときに自動車教習所のうん教官に聞くといや車で稼げてるけどねとか言いますよねレーサーに車で稼ぎますかって聞いたらうんおん稼げてるよって言うかもしれませんでもサラリーマンさんに足としてね車を持ってる人に聞いたらいや車は金が出るばっかりだよって言いますよね だから道具じゃないんですよ。道具の使い方なんですよね。同じ道具でも稼げたり稼げなかったりするわけですよ。ということじゃないですかね。いってらっしゃい。